今や、スマートフォンは、常時、講師にわたり、ネットワークにつながり続けることを可能にした。こうなると、何か見逃しているものはないかと、ひっきりなしに、更新やメッセージをチェックせずにいられなくなることもある。フォームとは、自分がいない間に他人が有益な体験を、しているかもしれない、という不安に襲われることを指す言葉である。また、自分が知らない間に何か、 楽しいことがあったのではないか、大きなニュースを見逃しているのではないかと気になって、落ち着かない状態も指すことから、見逃しの恐怖とも言う。社会的関係がもたらす、この不安は、他人がやっていることと絶え間なく繋がっていたい欲求という点で特徴づけられる。フォームは、また、後悔に対する恐れともいえ、それは、社会関係、画期的体験、高収益の投資、 その他の満足すべき出来事の機会を逃すかもしれないという、やむにやまれぬ心配を引き起こしかねない。言い換えれば、フォーモは状況がどう変化しうるか想像できるがゆえに、時間の使い方を間違えることに対する恐れを高級化する。自己決定理論によると、他者と結びつき、一体になりたいという感情はまっとうな心理的欲求であり、 それはその人の精神的健康状態に影響する。この理論の枠組みにおいて、そうした欲求が満たされていない、という一時的あるいは長期的な認識が引き起こす、自己調整状態として、フォームを捉えることができる。技術の発展に伴い、人々の社会的コミュニケーションは、自家の対面から、オンライン上のものへと拡張してきた。まず一方で、現代的な技術と SNS は、 安価な入場料をもって人々が社会的につながり合うという類稀まれな機会をもたらした。しかしもう一方で、そうして影響を受けたコミュニケーションのありようはインターネットへのさらなる依存を高級化する。オンラインでいることへの心理的依存は関係が途切れたと感じた時の不安につながりうるものであり、それによりフォームやネット依存症が引き起こされる。 結果としてフォーモは悲観的な気分や憂鬱な感情を引き起こしかねないために精神的健康状態に悪影響を与えるものと捉えられる。この現象は1996年オクラホマ州立大学准教授でマーケティング戦略が専門のダン・ハーマンが最初に明らかにした。2000年5月、ハーマンはその研究成果を ザ・ジャーナル・オブ・ブランド・マネジメント誌で初めて学術論文として発表した。作家のパトリック・ J ・マクギニスは、ホーモという信号を作り、2004年、ハーバードビジネススクールの雑誌、ザ・ハーバスの特別記事面に、マクギニスの2つのフェードアウト、HBS における社会議論という論説を発表してその後を知らしめた。その論説においてマクギニスは、ホームと、 それに関係する状態として、方々を取り上げ、学校での社会生活におけるそれらの役割について、言及した。フォーモの語源は、2004年の、ハーバス氏に、教員のジョージ・フレーグルが載せた記事にたどることもできる。フォーモは、近年に現れ増えつつある、ソーシャルメディア中毒に起因する。研究者のデイビッド・ブラックウェルラは、ソーシャルメディア中毒で起こりうるある種の兆候の、 影響について論じた。この論文は、ソーシャルメディア中毒を構成するものは何か、そしてどのように中毒へ至るのか、というところから始まる。そして、ソーシャルメディア中毒とは、ソーシャルメディアの使用を自制できず、それが実生活に悪影響を及ぼしうるようになった、状態と定義した。彼らは、ソーシャルメディア中毒になっている、あるいはなりつつあることを示す4つの、 主な兆候に焦点を当てた。それは外交性、精神症状態、愛情の示し方、そしてフォームである。それらの人格的特性によりメディアへの依存度が測りやすくなる。フォームと言われるところのものは阻害されることへの恐れであり、ソーシャルメディアが原因になって現れ、激しく強まる。今や個人は友人たちが何をしているか絶え間なくアクセスしてみることができる。 ソーシャルメディアはすべからく他人がやっていることを見るもので、あるゆえ、フォーモはソーシャルメディア中毒がすぐさまもたらす結果と言っても良い。スマートフォンを絶え間なくいじることは最終的についた地中絶え間なくサイトを見て回ることにつながる。フォーモとは何らかの社交上の催し、体験、交流を知らずにいる、あるいは疎くなっているのではないかという不安を指す。 フォーモに苛まれている人は、自分が何を逃しているかはっきり分かっていないかも、しれないが、他人が自分より、ずっと充実した時間を過ごし、あるいは、とっさの思いつきでずっと有意義な経験をしているという、恐れを持ちうる。フォーモは、自分がその場にいない、様々な対人活動から生じうるものであり、例えばおしゃべり、テレビ番組、結婚、パーティー、街の美味しいレストランといったものがある。 フォーモは単なる心理現象であることもあるが、異なる身体的反応や現実の行動を引き起こすこともある。米国と英国で行われた研究によると、ミレニアル世代の大部分はフォーモゆえに何に対しても肯定的に捉えたがっていた。また回答者の半分以上は、物事や新しい興味を深く掘り下げるのに、十分な労力や時間をほとんど取れないと述べていた。 さらにフォーモはソーシャルメディアの使用を増やす動機として採用し教室での学習や自動車の運転から注意を逸らさせることもある。加えてメールやソーシャルメディアの更新を絶えずチェックしてしまうような不健康なデジタル習慣は悪化して現在の社会的交流への関わりが不十分になりかねない。現実世界での社会活動に関する影響に加えてフォーモは 長期的な目標や当人の自己認知の形成にも影響を与え得る。回答者の約半分は自流についていくために必要な情報の大量さに途方に暮れており何かを見逃さずにいることはほとんど不可能だと答えている。相対的剥奪の進行を通じてフォーモは自分の体験に不満を感じ何か物足りない気分にさせる要因にもなっているとされる。さらにフォームは 人々の総合的な精神的健康に好ましくない役割を果たす。ソーシャルメディアの使用を通じ、フォーモは退屈さや孤独といったネガティブな社会的、精神的体験を引き起こすと考えられている。2013年のフォーモに関する実証研究によると、フォーモは人の全般的な気分や生活満足度にネガティブな影響を与えるものであり、これは、 以前からの研究結果とも合致する。認知に対する影響という点で見ると、フォーモは何かとの関係を立つことは何かと関係を持つことだ、という信念をさらに固めることがある。つまりフォーモによって、現在の人間関係を打ち捨て、自分が乗り移ろうとしているものは、必ずしもより良いとは限らず、単に目新しいだけだと悟ることなく、 他者とのよりよくより楽しい関係を追い求めるよう借り立てられる人もいる。さらに、社会的交流のチャンスを逃したくない、あるいは自流に常についていかなければならないということがあまりに強く意識されて身の安全がおろそかになることもある。例えば、車を運転しながらメールを打っている人を見かけることはよくある。心理的欲求という理論的観点から見ると、ホームは 心理的欲求の充足が状況によってあるいは長期的に不十分であるため起こるのであり、社会にそれが蔓延すると人々の社会生活はますます裸にされリアルタイムな情報の量は増加していく。使用満足感評価によると人々は特定の欲求を満たすため具体的には情報を探したり社会的活動を通じて 他者との関係を維持したりするためにソーシャルメディアを積極的に選び使用する。フォームに取り付かれた人にとってソーシャルメディアに没頭することは比較的低コストで社会的につながる便利なツールであるゆえ素敵な体験になりうるだろう。自己決定理論によると能力、自立性、関連性における個人の精神的な満足感は人間が持つ3つの基本的な精神的欲求から 成り立っている。その欲求が低いレベルでしか満たされていない人ほど、フォームを強く訴える傾向があった。言い換えれば、基本的な精神的欲求とフォームの間に強い相関関係があることが分かった。加えて、ほぼ10人に4人がフォームを時々あるいはしばしば感じると訴えていた。フォームは、年齢と負の相関関係があると分かっており、男性は、 女性よりフォームを訴えやすい傾向がある。メディアム・ウェブスターが明らかにした別のタイプは注意と興味が自分に外部にあるものへ完全に向けられる時に起こる。外交的性格の人は打ち解けて非常にくつろいでいるということである。これは外交性とより高頻度のソーシャルメディア仕様には関連性があることを明らかにしている。 彼らは仲間内での存在感と他者とのつながりをより強めるプラットフォームとしてソーシャルメディアを使う。神経質な人間の一類型であるニューロティシズムは感情的な優柔不断さを含意している。これはソーシャルメディアの使用及びネット依存と相関があることが分かってきている。普通の人よりもニューロティシズムに深く悩んでいる人ほど Facebook や Twitter といった ソーシャルメディアアプリにより引き付けられやすい。彼らがそれらのアプリを使うのは友人から肯定してもらうことで自分の存在の正当性を確認しようとする試みなのである。彼らがそうしたプラットフォームを使うのは直に合うよりソーシャルメディアを使った交流の方が彼らにとって容易だからだ。愛情の示し方はソーシャルメディアの使用から大きく影響を受ける。ソーシャルメディアは 人々が他者と常につながっていられるようにするため作られた。関係性の維持はその人の愛着の示し方に大きく根ざしており、愛情を示すにも心配性が付きまとう人はより不安を感じやすく、パートナーからの安心させる言葉を頻繁に求める傾向がある。ソーシャルメディアはパートナーと常時接触できる手段を提供するため、こうした状況を悪化させることがある。 しかし心配性のパートナーに安心させる言葉を常時、届けられる点で、関係の維持に役立つこともある。ソーシャルメディアは、即座の返信を必要としない、コミュニケーション手段を提供するという事実は、人間関係で悩んでいる人にとって、ためらいや気まずい沈黙を心配することなく、何を言いたいか考えることを可能にする。心配性な愛情の示し方をする人と頻繁に、 ソーシャルメディアを使う人とで人間像に重なりがあるかという点は幾分曖昧なところがあるが研究者らは一方がもう一方の兆候を示す根拠に十分なると考えている。Facebook、方策ウェア、Twitter のようなソーシャルメディアは社会的なつながりを求めるためのテクノロジーであり、より深いレベルでの社会参加の望みを提供してくれる。しかし、 不健康な IT 移住感は対面でのコミュニケーションに十分関われないようにさせることがある。人が何かを考えたり感じたまさにその時、それを他人と共有することで自分が何者であるかを規定するようにテクノロジーを使う時、その人は間接的に私はシェアするゆえに私であるというメッセージを伝えているのであり、それは 他人とのつながりやコミュニケーションの本質を歪めて理解させることもある。もし、より多くの人が他人とシェアし関心を引こうと、目新しいものを探し求めるようになったら、彼らは次第により孤独と空虚さを感じるかもしれない。ソーシャルメディアは、フォームという感覚に大きな影響を与える要素となってきている。 人々がソーシャルメディアによってネガティブな感情を膨らませるのは他人の投稿や生活への妬みゆえである。ソーシャルメディアは絶えずフィードを更新し、まさに今他人が何をしているか見つけられる、アクセス容易な中心地を作り出してきた。スナップチャルトはこのアイデアを次の段階に進めている。ユーザーが投稿する24時間で消える一連の写真、動画からなるストーリーは、 彼らの生活のほとんどすべてにわたっている。例えば、ちょうど食べている、食事の写真から、参加している、カントリーミュージックのコンサートの動画といったものである。これにより、友人が機能を通して得たすべての楽しい体験を知ることができ、まさにフォームのスイッチが入るわけである。ドイツの2つの大学の研究者らは、Facebook のデータを分析し、人々は友人らの一見、 完璧な生活を見ることにより、ソーシャルメディアを使うときにネガティブな気分になることを明らかにした。フォームを感じる人々は常につながったままでいる必要を感じるがゆえに、ソーシャルメディアによりのめり込みやすい。ソーシャルメディアとスマートフォンが登場する以前、人は一般的には友人たちと一緒にいることで彼らが何をしているかを知るだけだった。しかし今日、 人々はボタンをクリックすることで見逃したものを探すことができる。ミルニアル世代とは2015年の時点で大学等に通っている学生を指す。彼らは携帯電話を使った音声通話やテキストメッセージを互いにコミュニケーションする手段として友人や家族とやり取りするという対人交流に強い関心を寄せている。しかしこれは良い面もあるが悪い面もある。 良い面としては、個々人が他者とつながり続け、サポートを受けて、ストレスを軽減する助けとなる点がある。しかし悪い面としては、学生にとって気を散らす原因となりうるだけでなく、強いストレスにつながることである。加えて、ソーシャルメディアは、抑うつや不安などから来る死癖行動の吐け口となりうる。研究者のアマンディープディールらは、 ソーシャルメディアの利用とフォームに関連して欲うつが起こる可能性について論じている。彼らは欲うつというものを人々が喜びを感じない、あるいは感じるにしてもごくわずかという心的状態と説明する。そして欲うつには感情における二つの両極が存在すると述べる。すなわち楽観的で上機嫌な傾向が弱く悲観的で、 不機嫌な傾向が強いという状態である。抑うつに陥っている人は、心痛、悲哀、苦悩、その他の激しい感情の波や兆候を経験する。抑うつは、日常の活動を阻害し、集中力、睡眠、食欲、その他の妨げとなる。何年にもわたり、研究者らは、ソーシャルメディアの利用が抑うつを引き起こすことを明らかに、してきた。 人はメディアにさらされればさらされるほど、抑うつに対して脆弱となり、それはフォーモやその他のメディアがもたらす不安によってさらに悪化することもある。不安とは人が困難な立場や恐れを心配する心の状態と定義される。伝承文学は心配性の人が多くの病気にかかりやすいことを示している。心配性の人は自分の不安な状態を 解決しづらい、慢性の免れがたいものと捉えているという考えに研究者らは意義を唱えている。心配性の人は不安な状態でいる間、疲労しに具体的な苦痛を感じる傾向にある。研究者らは近年、ソーシャルメディア利用者の間での不安感の蔓延について研究を始めてきている。不安を感じてソーシャルメディアを使う人は、かえって、 ソーシャルメディアを高頻度で使うといったような異なった対処法に戻りがちである。心配性の利用者は不安を紛らわせるために自分がソーシャルメディアの一員であり注目を集めたいという感覚を得ようとすることによってよりソーシャルメディアにのめり込む。新しいテクノロジーの時代において広告やマーケティング企業がフォームに訴えようとするのは珍しいことではない。 ブランドや企業は顧客に対し見逃してはいけない体験や特売をよく広告する。特にハイネケンの日の出キャンペーンは飲みすぎてパーティーの山場を見過ごしてしまうという情景を描き飲酒は健康へのリスク云々というよりありふれた傾向を避けながら節度のある飲酒を促すよう努めている。しかし広告やキャンペーンにおいてブランドがフォーモを抑制するような傾向もあり 例えばネスカフェの生活に目覚めようキャンペーンが挙げられる。フォーモはまたテレビ視聴率を高めると考えられている。特定の人の近況や社会的な大イベントをリアルタイムに伝えることはメディア消費量を高め情報伝播を早める。スーパーボールに関するリアルタイムのツイートはテレビ視聴率と相関関係にあるが、それはフォーモによる訴えかけと ソーシャルメディア利用の普及ゆえである。例えば、女性受刑者たちが、子供や家族の生活の重大イベントに立ち会えないという、ームや関係維持への努力について語り合うところに現れたり、恋人やキーパーソンが面会あるいはネットやニュースを通じて、刑務所内で何が起こっているか知ろうとするところに現れたり、没収された。 携帯電話やコンピューターを使って、シャバの近況を知ろうとするところに現れたり、ジルコニアが言うように、テレビ番組が、もう話すことがなくなっても何かを話し続けるところに、現れたり、居酒屋から距離を取りたい人と起こっていることを、知りあるいは当事者にすらなりたいと思う人との溝に、現れたりする。男に対して望まれないストーキングを行って、習監されたロコローナと、自分の大事な人が、 女友達と親密にしていることを示す、ソーシャルメディアの写真を見て、ますます気が動転するケーシーは、恋愛関係における、フォーモに対する極端な反応を示している。ありがとうございます。